あの火時計が燃え尽きる前に強行の間に乗り込むんだ。目指すは金龍宮。せいや、急がないと。ああ、何としても沙織さんを助けるんだ。どこからの直令だ。せいやたちを強行の間には行かせるな。俺たちは急いでいるんだ。通してくれ。黙れ。成敗してくれる。せいや、俺たちをここでやられるわけにはいかないぞ。そうだぜ、聖夜。こいつら全員をここで倒して先に進むんだ。よし、邪魔をするってんなら手加減しないぜ。せいや、ここの奴らは全員片付いた。うん、次に進もう。また出てきたな。こいつらも全員倒していくんだ。まだまだこれからだぞ、せいや。くそ、ここで食い止めたかった。大したことねえフェイントだな。久々だな、せいや。お前は手が出てくることをまとって三口割りに戻ってこい。よし、裏切り者へ。違う、裏切ってなんかない。マリーさんと修行して勝ち取ったものだ。サンクチャリからクロスも奪い、謀反を企てるとは許さんぞ。この辺りの柱はだいぶ年月が経っているようだね。力を加えたら柱が崩れるかもしれないな。うん、そうだ、せいや、崩れる柱に増強を巻き込んでみてはどうだ。上皇様、すみません。奴ら、あれで草むらに隠れていたつもりか。少子、柿の音、五郎とお前です。ロシはお元気だろうか。いいか、今頃作戦会議かい。何、もう来てたのか。あれが第二の球、金龍球か。よし、このまま一気に突き進むんだ。よし、この調子で次に進むぞ。僕たちをこの先に行かせたくないようだね。そろそろ金龍球、守りが固くなってきているな。せいや、こいつをも全員倒して先を急ぐぞ。次々と出てきて。火時計のアリエスの火が消えてしばらく残り11時間足らず、間に合うだろうか。慌てることないさ、まだ11時間あるって考えるんだ。ここは片付いた。先に進もう。まさか、もうここまで来たのか。前の奴らは何をやってたんだ。
さあ、次に行くよ。この先の金龍宮には絶対に通さん。次は勝つ。行くぞ。流星拳で一気に攻撃する。せいや、腕を上げたね。我がサンクチャリの兵がこんなにもやられるとは。金牛球はもう目の前だ。でも金牛球の中からコスモを全く感じないよ。なぜだ、おかしい、誰もいないのか。せいや、その調子だよ。止めろ。せいやだ。まだまだ。久しぶりだな、セイヤ。お前をぶっ殺しに来た。カシオスか。行くぞ。誰が。俺は急いでるよ。よくもシャイナさんも傷つけたな。お前のせいで今も。待ってくれ。シャイナさんは俺をかばってくれたんだ。俺の身代わりとなってアイオリアの剣を。貴様、アイオリア様のせいにするのか。こいつがセイヤとペガサスのクロスを争ったやつか。また戦いに挑んでくるとは。ブスラグレ。シャイナさんにも死ぬことはあるか。誰つけてやるぞ。俺はお前を許さない。カシオス、お前はコスモを感じたことがあるか。俺はここからでもシャイナさんのコスモを感じる。シャイナさんはきっと戻ってくるはずだ。この野郎、なんだお前ら。やればできるじゃねえか。このままやっつけてやる。やっつけてやるぞ。お前のコスモはまた失格なんてねえんだよ。ぶっかめ。専用だ。すごいぞ。ダメつけてやるぞ。なんて強さだ。固まるな。簡単にやられちまうぞ。ぶっちゃめ。クロスを引き添う程度。ぶっちゃめ。苦心してやるぜ。シャイナさんのことはアイオリアに説明してもらう。それまでシャイナさんの看病をしてやるんだ。セイヤ、先を急ごう。僕たちには時間がない。ああ。